はい、それでは今回は流体 CG 入門の男性体やっていきたいと思います。今回歪み転するのお話をしていきたいと思います。男性体、前回お話ししましたけど、前回基本的な、本当に材料力学とかの基本的な内容でした。要は2つの質点、今回、粒子法として考えますけど、粒子が2つあって、その粒子が引き合う、バネが伸びることによって力がかかりますよと。で、大体、流体解析において、流体、粒子法において男性体を再現するときに、こういう応力として再現しますので、こういう応力計算方法を知っておきましょうねという話をしました。で、ずっと覚えておいてほしいのは、この変異を U で表すというところですね。現在位置 X、スモール X と、初期位置 Large X の差分というのが変異 U になりますよというのは覚えておいていただきたいかなと思います。で、今回お話していくのは、その歪みなんですけど、大体解析ってもう3次元、今もう3次元でやることがほとんどなので、歪みが転ソロになるんですね。なので、3次元、要は3次元なので、こんな感じですね。こんな感じの三角形の転ソロになります。要は X 方向、XX 方向、ZX 方向とか ZZ 方向とか、そんな感じで、X と Z の掛け合わせによって、こういう三角形の行列になるわけですね。これは今回から解説していきたいかなと思います。で、なんで歪みが転ソルになるのかっていうと、以前の、スカラーとベクトル転ソルっていう話でお話したことあるんですけど、転ソル、なぜ転ソルになるかっていうと、歪みっていうのはどこに発生するかっていうと、こういうと面に発生するんですね。こういう立方体を一つの、解析領域とすると、こういう面に発生するんですよ。で、面に発生して、面で XYZ っていう風な感じで発生するので、それによって歪み転ソルっていうのは、こういった 三角形の行列になってくると。要は X 面 X 方向とか、X 面の Y 方向、X 面の Z 方向っていう形で発生していくわけですね。なので、三角形になってくるというわけです。9個の要素に分かれるというわけになります。なので、イメージだから、歪みは面に発生するので、こんな感じになりますよということだけイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。で、歪み、こんな感じでイプシロン IJ というふうな感じで書きます。I っていうのがこの、面の面ですね。面 X 一つ目の文字で、J っていうのが方向ですね。二つ目の文字になります。はい。で、そうですね。そんな感じで、やっていくと。で、微小歪みの時に、こんな感じで、二つの要素を2分の1した形になると。これが後でちょっと話したいと思います。で、三角形でなるっていうことだけ覚えておいていただいて、歪みっていうの要素が、伸縮歪み、旋断歪み、体積歪みという3つの要素に分かれられます。体積歪みちょっとややこしいんで、置いといて、伸縮歪みと旋断歪みのお話していきたいと思います。こういった感じで三角形で歪みを作るとしましょう。で、その後に、それぞれの要素っていうのを、この、先ほど言った変異で表すと、前回お話ししましたけど、この初期長差分の変異量っていう、これ差分で表してますけど、これを要は、限りなく微小の項にすると、こんな感じで、微分の形で表せるわけですね。で、X、XX、YY、ZZ っていうのは、すごく分かりやすいと思います。シンプルにこの伸縮歪みにあたるもので、これ、その青で囲っているところが伸縮歪みですね。これ何かっていうと、 X 方向にこうビーッと伸びているようなイメージ、 Y 方向だと Y 方向に伸びている、 Z 方向だと Z 方向に伸びているというようなイメージになります。それが伸縮方向、要は対角成分ですね。歪み転それの対角成分がこの伸縮歪みにあたります。で、次に、旋断歪み。旋断歪みはそれ以外の部分です。下対角成分と、下三角成分、上三角成分が、この旋断歪みにあたります。これどんなものかっていうと、これ上の面、上の面にかかってるんだけど、さっき言ったこの上の面に、上向きにかかっていれば伸縮歪みなんですね。で、一方で上の面に平行に、この横とか、斜め方向にかかっているとすれば、それは旋断歪みなんですね。面に対して、平行に力が働いている場合っていうのが旋断歪みになります。っていうのが、旋断歪みはこんな形で表されますよと。要はこの、これだと分かりにくいか、どうですかね。UUY、要は、U の Y 方向の速度を、X 方向で、微分していると。要は、平行、なんですかね、X 方向を、X 方向の速度を X で微分すれば、この向き通りなんですけど、X で微分してるけど X 方向じゃないと。こっちも Y で微分してるけど Y 方向じゃない。ということで、平行な、向きの速度っていうのを微分しているような形になっているというのが、ここから分かるかなと思います。
で、要は先端歪み、この部分っていうのが、まあ、かなり多くを占めてますよと。歪みテンソルっていうのはかなり先端歪みが多くの割合を占めているというイメージだけ持っていただくといいかなと思います。で、往々にして問題になるのはこの先端歪みです。例えば、まあ、非圧縮性だと考えると、まあ、先端歪みが出てきて、伸縮歪みっていうのはそんなに、まあ、大きな影響は及ぼさないかなと思います。例えばその流体の粘性とかだともうほぼ、先端歪みですね。例えば水とかがこうやって伸びたりすることはないので、でも一方でこうやって先端力がかかって、水の粘性とかに影響したりするわけですね。なので、そうですね、水の粘性とかだと、まあ、ここは、上が、今回変位で話してますけど、変位が速度になったりします。なので、先端歪み速度みたいな感じで言われるのが、まあ、粘性とかですね。なので、まあ、先端歪みっていう項が、まあ、結構、影響していることを覚えておいていただきたいかなと思います。大体イメージで言うと、この伸縮歪みが歪みっていうイメージなんですけど、この、まあ、先端歪みっていうのが、まあ、意外とその何ですかね、流体解析とか使う上では結構重要になってきますよという、この、こういった構造になっているというイメージを持っていただければいいかなと思います。で、あと最後は堆積歪みですね。堆積歪み、トレーステンソルで、イプシロン IJ のトレースを取った形になります。トレースって何かっていうと、対角成分を全部足し合わせた数ですね。で、まさに、この TII T2T33 っていう、まあ、今回 T っていうのをちょっと作ってますけど、まあ、この T っていうのは要はこの対角成分ですね。イプシロン XX、イプシロン YY、イプシロン ZZ を足し合わせた数になります。で、これ何を表しているかっていうと、これがギュッと圧縮されているようなイメージですね。これは、だからまあトレースが大きいと、膨張していて、トレースが、0以下だと、伸縮している、そんな感じのもの、イメージになります。まあ、要はさっき言ったようにこの伸縮歪みなんですね、この3つが。なので X 方向に伸びて、かつ Y 方向に伸びて、かつ Z 方向に伸びてたら大きくなってるじゃないですか。そしたら膨張していると。で、X 方向にも縮んで、 Y 方向にも縮んで、 Z 方向にも縮んでいったら小さくなっていると。なので体積としては小さくなっている、そんなイメージですね。なのでこのトレーステンソルのポイントとしては、体積の膨張があるかどうかっていうのがこれで表されるわけですね。トレースをイコール0にしてしまえば、トレースレステンソルというような形になって、密度一定になります。体積の膨張を考慮しない、だから非圧縮性流体が再現できるわけですね。なので体積歪みっていうのは、要は、さっきその体積の膨張とかを考える上で重要な要素になってくるので、まあ、この単語だけでもイメージとして、まあ、トレーステンソルっていうのはよく使われますよということを覚えておいていただくといいかなと思います。はい、ということで今回歪みテンソルについてお話ししました。まあ、ざっとお話ししましたけど、まあ、内容としてはそんなに難しくなかったかなと思います。歪みテンソル、まあ、3次元の解析をする上で歪みテンソルというのはほぼ必ず出てきます。で、三角形の形になっていて、それ何かというと、対角成分は伸縮歪み、この横側に引っ張るようなイメージですね。ビート引っ張って伸びるようなイメージがその対角角成分になります。それに対して下三角行列と上三角行列というのが先端歪みですね。平面に対して平行に引っ張っていくようなイメージで、こう歪むイメージですね。歪むような形になっていくのが先端歪みになります。で、これらによって、まあ、歪みテンソルが構成されていると。で、最後に堆積歪みということで、トレーステンソル、対角成分を全て足し合わせたものっていうのを、計算することによって、膨張とか伸縮収縮っていうのが分かりますよというのが、この堆積歪みでした。で、まあ、これら、トレーステンソルでいつか、まあ、今後出てきますので、これだけ覚えておいていただくといいかなと思います。あと、まあ、歪みテンソルはこんな感じでできていますよと。まあ、それぞれ微小歪みに対して、まあ、X 方向とか Y 方向で微分することによって微小領域の、歪みっていうのを計算してますよということを覚えておいていただくと、いいかなと思います。はい、それでは今回断性体歪みテンソルについてお話ししました。また引き続き解説していきますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。